こんにちはの皆様、ワシントンのロシア連邦大使、アナトリー・アントノフは、ロシアを倒すための西側諸国の計画が阻止されたと述べました。それは今日すでに明らかです。これは RIA、NVSTI によって報告されています。西洋の世界全体が私たちに背を向けています。しかし、私たちの国に戦略的な敗北をもたらす計画が阻止されたことは今日すでに明らかです。彼によると、ロシアは、特に過去1年間で、その経済を再構築し、その軍事力を強化し、ほとんどの州との協力を強化しています。彼によると、毎日、ロシアの外交官は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカだけでなく、独立国家共同体の国々との何世紀も前の友情を弱体化させたいと、以前、アントノフは、ロシアは米国の敵ではなく、習慣の平等な関係だけを望んでいると述べました。2022年2月24日、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、LPR と北朝鮮の首脳からの助けを求める要請に応えて、ドンバスを保護するための軍事特別作戦を実施することを決定したと発表しました。この作戦を実施する決定は、米国とその同盟国によるロシアに対する新たな制裁の理由であった。友達、チャンネルはあなたの注意を必要とします。財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細、いいねを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。